して走る走る、はい、ということで今日は、はい、私が担当します。頑張れ。ということで今回はですね、安田せやちゃんがお越しいただきまして、改めて今回ダイアンの子を収録来ていただいたんですけど、はい、どうでした？初めて来てみて。私バラエティがほぼ初めてなのですごい緊張したんですけど、すごい楽しくやらさせていただきました、うん、あ、よかった、はい、大丈夫、バラエティじゃないですか、大丈夫ですか？ただ暇な大人が集まってみんなでワイワイ言ってるだけです。なんか知るところによるとですね、うん、実はクリちゃんとご縁、うん、というか、毎回ゲストなんかも違うじゃない。嘘じゃない。本当にあるの。覚えてないかも。安田が知ってる。覚えてます。バッチリ覚えてます。仕事したってこと、一緒に。仕事したの。私が仕事じゃないね。そうです。あ、分かった。昔いじめられてたとか。大丈夫。なかなか言えない感じなの。ホリプロスカウトキャラバンで一緒だったんですよ。だってホリプロさんじゃないじゃん、うん、いや、受けてたんです、私が受けの始める前に。ああ、ホリプロスタジオで一緒に合宿とか行ってて、ファイナリストで一緒だったんです。そうなんだ。あ、ファイナリスト仲間だったの。ファイナリスト仲間なんで、最後の9人と10人ぐらい。10人だったかな。でも、本番でも言ってたけど、安田さんはだってグランプリでしょ。はい。ああ、素晴らしい。すごい。いや、すごい。グランプリ女優さんとして、すごい。やめてよ、私だって頑張ってるの今。クリちゃんは何だったの？下みたいな言わない。クリちゃんは何だったの？なんかショートファイナリストで何だったの？その年にグランプリ取ったのは安田さんって。クリちゃんどうしたの？あるじゃん、いろいろさ。落ちたの？あ、なんもなかった。なんもなかったんだ。なんもなかった。でも、そう、そこまで残って合宿とかも一緒にやってて、で、またそれぞれのね、道を歩んだんだけど、今こうして今巡り合ったの。そこが大事なんだね。なるほどね。ホリプロさんにはお世話にならなかったけど、他の事務所でお世話になることになって。そうなの。でもね、知っててくれたりとかね、そう、したんだよね。知っててくれたりとか。あんまラッシュになかったでしょ。覚えてました。あの、結構ファイナリストの方たちが、あの、他の事務所とかで活躍してるの知ってたので、今回この収録の時に、あの、あれ、スケジュールいただいた時に名前が載ってたので、すごいびっくりして。あ、そこ分かったな。そうなんですよ。よかったね。何だ、不思議だよね。でもなんか全然ね、うん、だきっと同じ世代でさ、うん、同じこうオーディションみたいなの受けたにしてはさ、なんか出してるオーラが全然違うじゃん。同じファイナリストでも安田がいければ女優さんのオーラですよね。なんなの？これお腹痛いの？女優のオーラのイメージこれなの？その年のコンセプトがなんだっけ、天海祐希さんだったりとか、なんか女性に支持されるクールな女性っていう感じだったんですよ。いや、わかるよ、安田さんわかるよ。グランプリだからしょうがなかったかなって。じゃあそこでファイナリストまで行ったことがすごいもんね。そう、それもすごい仕事だし、一人端っこだけすげえ用途してくれるよ。ついたら信者がいるよ。今は全部言っちゃっていいんで、ここで。そういうタイプではないけど、違う良さがあると思ってるから。そう、そういうこと。クリちゃん、そういうことよ。君負けたわけじゃないよね。負けて、全然負けてない。全然負けてない。そういうことだ。何だろう、この人。こっちの目覚めたらすぐ諦めちゃう。でもまたこうやって共演できてることは私は嬉しいし、うん、誇りに思います。ちょっと最後上からいいね。拍手の仕方。今後せやちゃんどういうところに挑戦したいなみたいな、こう目標とかっていうのあるんですか？うん、はい、私は今結構映画に出ることが多いので、このまま、あの、映画女優として活躍していければいいなって思ってます。かっこいい、かっこいい、かっこいい、すごいな。もしはっきりしてるんですよ、映画女優って。やっぱなかなかないもんね。クリちゃんは今後どういう目標に？そうですね、私もやっぱりそういうドラマだったりとか、映画だったりとか、
活躍していけたら。あれ、あれちょっとあれ見せてよ一回。あの舞台でこれ舞台の時に見せてよ。あれ見たい。あったよね。あれ舞台見た時の。ちょっといい見てもらって同期も頑張ってるから。これ舞台出たんですよ1年前ぐらい。見せつけてるよ。待って、お兄ちゃん必要ない。大丈夫。お兄ちゃん必要ない。頑張れ頑張れ。舞台でやったセリフを、めでるね。私が唯一やったすごく大事なセリフを、大きな蜂蜜クッキーがあったよ。いいよ素晴らしい。そんな顔することない、必要なセリフだ。負けてなかった、負けてなかった、大丈夫。そういう役なんだもんね。その前クリタでも女優さんとか言ってたけど、お前もアイドルやってんだからそれ先言うべきだよ。そうそうそう、ダメだし。ブルーアイドルとしてのグループもしてるし、今こうやってバラエティも出てるし、まあいろいろ他のお芝居もする予定もある。本当にもうダンスの怒ってんの。だから負けてない。分かる分かる、昔のことだからね。昔のことだね。そうそうそう、頑張ります。スカートキャラバンでは完全負けたけど、違うとこでまたね進出していくんで、ね、ポッドキャストでは負けないよね。映画は無理だけどポッドキャストは負けないよね。そしてね、リーダーさんいましたね。はいはいはい、すごいですね、あんな。足すごかった。いやだって本当にテコンドーでもう優勝して、日本でね、でキックボクシングも1位ランキング、でキャバ嬢でも1位。すごいよそれ。すごいよ、何気に一番大変なのキャバ嬢で1位になることだからね。いやいや、確かにそれはね、本気でね。すごいですよあの子。どうでした、実際蹴られて、蹴られて、本当に痛かったんですよ。うーん、そう、本当に痛かったけど、まあちょっと嬉しさもあるっていうか、女性に行かれてるわけ。そう、わけわかんない角度のこう蹴りなんですよ。見えないよね、見えない、軌道がね、見えないんですよね、全く。すごい蹴りだ。前の背で見えない。しかもね、本当にあのもう帰ろうとしてた時、はい、俺がその大豪豪の前振り思いついて、誰か欲しいなって思った時にいたんで、ちょうどよかった。そうだから本当セバスチャン の, その田中さんに、あーごめんなさい、阿部なんですよ。誰とずっと田中、今度は間違えちゃう、文字させる。僕に謝ってください。こっちだよ、僕に謝ってください。阿部です、よく分かった。おかしいぞ、育ち方おかしい。謝り方、育ち方おかしい。あれなんだよ、俺この間そのふと思ったけどさ、そのボケもさ、アンジャッシュの小島くんのさ、小島だよと被っちゃってんだよね。だからそれが使いづらいんだよね。だから使いづらいわよ、ダメだよ。仕掛けてるのそちらさ。おしゃ、訂正させて。田中だよって言われてはいはおかしいんですけど。だから逆に訂正しないっていいんじゃない？田中さんって普通に田中でずっと言ってて、それがもしかしたら 2,3 年後なんかに、田中じゃなかったのみたいな。ああもうダメだ、この人こじらせて。これはやもうこじらせて。認めて田中で。そうじゃん。え？でなんかパッと見た目で名字何っぽいですか、ちょっと。もうパッと思いつきでいいです。思いつきでも。藤原さん。ああいいじゃん。藤原さん。はい。藤原さん。ぽいぽい。ああありがとうございます。藤原なんですよ。はい。いや名前呼ばれたらこうですよ。何もないですよ。藤原ですよ。ねえ。あしっかり来てる。いやそれでいいじゃない。いい。藤原です。藤原です。藤原です。はい。藤原健一です。はい。ねえ。苗字はないでいいんだよ。苗字を決めるのはあなたですでいいんだよ。そうだ。新しいのあなたですから。新しい。名付けてくれたんだから藤原さん。でしばらくどこからタイミングまでお前藤原。どこかまでは。いいんじゃない？いいんじゃない？藤原ね。いいんじゃない？しっくり来ないでしょ。いやいいよ、だからどこの現場行っても病院行ってもそうだけど、もういろんな名前呼ばれるよね。田中さんとか藤原さんとかいろいろ呼ばれるよね。そのためにもう聞いたらすぐはいはい。病院じゃない。そんな病気の。いやそれは面白いよその人。どこだって名字じゃないから。誰呼ばれても。ニューコンセプトだよ。かっこいいよ。迷惑でしょ一人多分。かっこいい。いやいいやろう。面白いそんな。いやいい。かっこいいと。しばらく藤原さんで。絶対振り向くんだよ。お前どの名前呼ばれても絶対振り向くんだよ、お前。まあ秋山さんって言えばさ。本当にその流れじゃないですかもう。いやだからしばらくやってみればいいじゃんそれで。また何か困ったらまた言ってくれば、またみんなの話し合う。それいいよ。マジだ。やるかやらないかだぜ。そう。やろうやろう。やんのやんのどっちやん。やります。やろうやろう。ありがとうございます。はい。藤原です。はい。さあそして
ですね、はい、ボータです。はい、秋山さん面白かったね。面白かった。面白かった。面白かった。あんなにボートレースって名前あだ名って言うんですか。びっくりしました。ニックネームキャッチフレーズ、キャッチフレーズね、ついてると思わなくて。面白そうだよね。ね、あのバスケット界って結構ニックネームつくんですよ、うん、私コートネームザクだったんですけど。ザク、ザク、ザクってあのザク、なんでザクなの。え、あのザクってザク、あのガンダムの、ガンダムのザク。そうで、あのザク学校のチームカラーが緑だったんですよ。それでザク、本当はエグザクトリーっていう、正確にっていう、そのエグザクトリーのザクを取ってザク、うん、ポジションがあの、まあ、ポイントガードっていうコントロールするところだった、うんうん、でもなんかこうボート界と違うなってかっこよさが、うん、ガンダムのザク思い出すじゃないですか、うん、ザクって生まれたのかわかんないけど中田さんはキャッチフレーズね。キャッチフレーズ、キャッチフレーズ久々にドキッとした。名前言われた。いや、よく言われるのはあの、まあ、エロいねとか言われますけど、まあ、そこでキャッチフレーズとかはあのあなんだ、キャッチフレーズ、キャッチフレーズはね、あのね、セクシー、あ、ちょっと待って、セクあのキャッチフレーズ。ちょっと待ってね。ちょっとね、多分ね、あのせいやちゃんも。誰なのって思ってた。多分一番適したキャッチフレーズは本当竹山さんの友達って。本当ごめんなさい。ただの友達って。芸能界の人じゃないです。すみません。友達がいるからね。うちは伝えるからそれ。もしかしたら偉い人なのかも。ただの普通の僕の友達。皆さん本当ですけどぜひあの見逃しなく。最後にですね、ぜひ。もう一度、はい、はい、PR お願いします。ね、はい、群馬県太田市で撮られた映画なんですけれども、7月から順次全国公開しているので、ぜひ皆さん劇場に本当に感動できる作品となっているので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。そしてですね、あのここでですね、うん、私事なんですけれども、ちょっとご報告がございます。お、どうしたの？この度、うん、中山あすみ、結婚いたしました。結婚、結婚したの。名字が変わって中山から小川になりました。完全な事後報告だ。本当に誰ですか、小川さんは。誰、小川さんはですね、あのそこに座ってます。たまたま東京に今来てて、はい、収録があるんで、まあ、あのスタッフさんにお世話になってるから挨拶に来ただけなんです。じゃあ俺の友達で来てる中田と同じことってことだよね。そっちじゃない。あ、そう、おめでとうございます。おめでとう、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 仲良く行きたいと思います。すごい、よかったね。よかった、よかった。でもおめでたいよ。遅れまして。めでたいね。めでたいことですよね。うん、キース。何つったんだよ。スタッフからキースコールね。これだってポッドキャストで流れるんですよね。いや、そうです。流れますよ、これは。全世界流れてる。すげえ、すげえ。いや、悪いけど。ベロチュース。悪いスタッフ。キスベガと食べられたの。ベロチュースなわけない。200% やんなくていい。あの、若い子がやって問題になってるキス動画みたいになっちゃうから。確かに。ずっと付き合ってたの？はい。あらららら。すごい。そうなの？え、バスケット関係とか、スポーツ関係？僕はい、バスケットの選手。あら、そういうことなんだ。なるほど、背高いんだ。背高いっすね。なんだよ。じゃあバスケットのさ、BS フジから番組やるうちに出会ったってこと、現場で。そうです。すげえ。どっちから口説いたの？だってリポーターっていうか、ね、記者と選手でしょ。そうですよ。どっちから口説くんですか、そういう時って。それは、あ、僕から。やらしい、やらしい、すごい、すごいね。
すごかったね。いやでもいいことですよ。これはだって2人ともバスケにね、うん、精通してて、はいはい、いいですよね。いやいいですよ。バスケット界繁栄のためにもいいんじゃないですか。バスケット番組やってるリポーターと選手と結婚したっていうのこれも。そうですね。何か力になれたらなと思います。はい、先月引退したんです。あ、今も現役引退したんですか。なるほど。あ、じゃあこれからバスケット界のためになんかちょっと働いたりもしていこうかって考えて、ね、はい、はあ、なるほど。はい、ちょっとうるっときました。あ、はい、ね、また改めてじゃあみんななんかお祝いでも、はい、すいません、ありがとうございます。あの、これからも皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとう。最後に一言、二人にさ、二人に一言、栗田えらい悲しい顔してるか、二人に。なんでお前がちょっとうるうるし今までありがとう。これからダイアン頑張っていくからまたね。またやめるわけじゃない。締めちゃう。いいや、もう締めよう。じゃあポッドキャストでした。私とミカちゃんはこれからも頑張る。言い方よ、言い方。ありがとう。もうすごく優しそうな方で、栗田は嬉しい。安心しました。はい、ということで、はい、引き続きダイヤをよろしくお願いします。ありがとうございました。以上、ポッドキャストでした。おめでとう。